戦場で交錯する100の英雄たちの思い。物語が今始まる。これは3人の主人公たちが100を超える英雄たちと出会い、自らの生きる意味を知る物語。情熱を胸に戦乱へ飛び込む警備隊士ノア、理想を目指す帝国士官セイ、ルーンの遺跡を守るガーディアンメリサ、3人の出会いにより運命の歯車は動き始める。お前は命を懸けるに値する男だ、ノア。ここでは私が先輩だから何でも聞いてよ。リーダーなら信じる者に迷いを持つな。準備はいつも通り万全ですね。多様な価値観、多様な種族、それぞれの思いを抱えた仲間たちが一人二人と集い、やがてその数は100を超えることになる。いくつもの国がひしめくオールラーン大陸、それは剣と神秘的な力を秘めた魔導レンズが力を持つ世界。中でもガルディア帝国はさらなる魔導レンズの発掘のため各地に捜索の手を広げていた。そこに協力していたノアたちの警備隊だったが、やがて災いが降りかかる。炎に包まれるノアの故郷、不穏な謀略がうごめき始めていた。父様、それにリーン、てめえらふざけんじゃねえぞ。生き生きと描かれたドットキャラクターとノアの兄貴、美しく鮮やかな 3DCG が織りなす世界を舞台に、3人の主人公たちは戦火へと身を投じていく。英雄たちはそれぞれの個性豊かな能力を駆使して戦っていく。戦わずに済むのが一番なんですが。背びれを立てろ、マジカルキューティーシャッター。やるぞセイ、任せろ。さらに固い絆で結ばれた仲間同士でパーティーを組めば、より強力な英雄コンボが繰り出される。行くよ、任せて。ドッカーン、成功。新たなお宝探しの始まりだ。素晴らしい、これでスタンプ3つだ。用心棒がいるってのか。行くよ、せい、とどめ。100を超える英雄たち、多彩な絆の形が力になる。そしてもう一つ、環境を生かすべき戦いもふんだんにある。地形効果を得ながら勝利に導こう。物語の中では幾度かの避けられぬ戦争が起こる。戦争モードは戦場全体を俯瞰して先を読みながら軍団を進軍。味方の軍団をどのように進め、どの敵軍団にぶつけるかが勝利の鍵となる。より多くの仲間を集めれば軍団はさらに強さを増していき、そして戦場では互いの信念が激しくぶつかり合う。対峙する相手によって会話の内容が変わるのも魅力の一つだ。物語は大軍同士が激突する戦争を経て、国家対国家の争いへと突き進んでいくことになる。こいつのくらいだ。戦乱の世に終止符を打つために主人公たちが集う本拠町、この地を栄えさせるのは仲間になる英雄たちだ。新たな仲間が加わることで畑や牧場ができ、施設が建てられ、
次第に活気を帯びていく。そしてどんどん遊べるようになっていく多彩なミニゲーム。後ろから2番を追い上げます。人々の営みがもたらすエネルギッシュな街へ、英雄たちと一丸となって街を発展させて戦いに備えよう。戦いの時は来た。100を超える英雄たちとの冒険を、真実を追い求める物語を君の手で。100英雄伝、2024年4月23日発売、予約受付中。